こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国とのクロスデッキ化は日本でも可能となっている。護衛艦出雲。改修完了後は F-35B ステルス戦闘機が日本で運用できるまでは、この相互運用となる。また、英国や仏などもクロスデッキ化を実施している。英国の空母。クイーン・エリザベス、仏の空母シャルル・ド・ゴールなどまた。シャルル・ド・ゴールには蒸気式カタパルトが装備されている。今回は、このシャルル・ド・ゴールに着艦した F-18 戦闘機を話をしていく。2020年3月に、地中海において、アメリカの航空母艦とフランスの航空母艦とが、相互に、お互いの艦載機を発着艦させる。クロスデッキ運用の訓練を実施したことが報じられた。この訓練に参加したのはアメリカ海軍のミニッツ級航空母艦。ドワイト・ D ・アイゼンハワーとフランス海軍唯一の航空母艦であり、かつアメリカ以外が持つ唯一の原子力航空母艦。シャルル・ド・ゴールだ。くしくも、この両艦の艦名となったのは、第二次世界大戦下で将軍として、ドイツと戦い、戦後には、政治家に転身して、互いに自国の大統領まで、上り詰めた二人の人物であることは、興味深い。昨今、航空母艦のクロスデッキ運用といえば、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスへのアメリカ海兵隊の F-35B ライトニング2の派遣が話題に上がっているように思える。しかし、実は、アメリカとフランスとのクロスデッキ運用も実は、これより以前から取り組みが実施されており、今回が最初というわけではない上、互いに固定翼機を発着艦させてきた。それは2014年に中東のオマーン湾を舞台に行われた演習で、アメリカのミニッツ級航空母艦ハリー・S・トルーマンとシャルル・ド・ゴールとの間ですでに実施されていたものだ。今回と同様にハリー・S・トルーマンとシャルル・ド・ゴールは艦載機である FA-18E スーパーホーネットとラファール M を相互に着艦させ、カタパルトでの射出までを行っている。現在中国が建造中だが、アメリカを除き、カタパルトを備え稼働、運用中の航空母艦はシャルル・ド・ゴールしかなく、アメリカの航空母艦より小型だが、FA-18E スーパーホーネットの発着艦ができるのだ。シャルル・ド・ゴールは、基準排水量が 37,680 トン、満載排水量が 43,182 トン、全長が 261.5 メートル、最大幅が 64.4 メートルと、アメリカで言えば、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦に近いサイズと言える。それでも、このシャルル・ド・ゴールにもアメリカ軍の FA-18E スーパーホーネットが発着艦可能だというのは、搭乗者から見れば非常に難易度の高い運用ではないかと思われる。逆にラファール M がハリー・S・トルーマンやドワイト・D・
アイゼンハワーなどのいつもより大型の航空母艦で発着艦を行うことは比較的容易なのではないかと傍目には見える。ちなみに2017年にシャルル・ド・ゴールが改修工事を実施した際には、その艦載機はアメリカの航空母艦ジョージ・ H.W. ブッシュでの訓練を行っており、クロスデッキ運用の確率がうかがえる。2020年8月現在、2001年に就役したシャルル・ド・ゴールは2040年頃の退役が予想されてはいるが、大体後継艦の使用がどのようになるのかは未だ不明で、培ったクロスデッキ運用の今後も不透明だ。しかし航空母艦がシャルル・ド・ゴールのみであるフランスは、現時点で11隻の大型原子力航空母艦を就役させているアメリカとのクロスデッキ運用で、いざという場合の退避先を確保しているとも言える。こうしたシャルル・ド・ゴールのアメリカの原子力航空母艦とのクロスデッキ運用に比して、イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスが目指すものは、言葉は同じだが内容は異なる。まずイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスで論じられているクロスデッキ運用とは、艦載機となる F-35B ライトニング2をアメリカ海兵隊所属の飛行隊ごと乗せてしまおうという案だ。これはワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を改修して F-35B ライトニング2を艦載機としようとしているアメリカに対し、クイーン・エリザベス自体を母艦として一部提供する運用といえる。クイーン・エリザベスはワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦と異なり、スキージャンプ式の発艦装置を備えているため、F-35B ライトニング2をより多い兵装や燃料を積んだ状態で発艦させられるだろう。それはアメリカ軍にとっては作戦行動範囲や用途を広げることになり、状況によってはより効果的に F-35B ライトニング2を運用できる可能性が高まるものだと考えられる。まだまだ原子力航空母艦用の F-35C ライトニング2の配備には時間を要する中で、この選択肢が増えることは、そもそも航続距離の短い F-35B ライトニング2の欠点を補うものではないだろうか。また同時に、これは深刻な予算不足に頭を痛めるイギリス海軍にとっても朗報であり、自国で F-35B ライトニング2と操縦者を用意するコストを削減しながらも、艦としての航空戦力を維持できるということだろう。